りさ、調子は。会長、会長です。ですね、これからですね、ディアンザスプリングスリゾートっていうところ、このバスのキャンピングのマークがあるところまで、現在私がいるところはこちらの青い線のところですね、点滅してるところ、約ですね1時間14分そこまでかかります。ですね、そこの場所はね、ここのサンディエゴから、東に向かって、ここはもう海のね、西の果て、サンディエゴっていうところは西の果て、カリフォルニア、まあそうなんですけど、まあ海のすぐ近くなんですけどね、まあすぐ近くでもないか、20分ぐらい離れてるのかな。そこからこのディアンザ、スプリングスリゾートまで約1時間14分で、この赤い線が見えるんですけど、この赤い線ね、これはあのメキシコの国境ですね。ですからもうすぐメキシコの国境の近くまで、これから1時間14分ストレートで行くと、行けます。で、その前にですね、あのここの方にニジアマーケットっていうのがあって、映るのかな、あるのかなまあいろいろとね、ちっちゃなショッピングモールになってるんですけど、そこでちょっと買い出しをしました。それから今日はですね、クリスとデニーと僕と3人でこのディアンザリゾートの方まで行くんですけども、明日ね、ジミーさんが一緒に参加することになってますね。で、4人でね、電動一輪車でそこの場所にね、あの世界一長い陸橋っていうかね、木で作られてるやつでは世界一でっかい、長いのかな、あの陸橋がそこにはあるということで、今現在は使われてないらしいんですけども、ある意味でね、その観光地みたいになってるっていうやつですね。タイムスリップっていうやつですねこれからね、こう何十年か前まで使われてた、何年ぐらいまで使われてたのか、すいません、まだインフォメーションがね、あの入ってきてないんですけど、そこに向けてね、これからドライブしていきます。まあクリスはね、仕事は終えてから向かうっていうこと で、あのデニーさんはね、今日のお昼頃出かける、で私が一番乗りでね、ちょっとそこの方まで出かけようかなとかって思ってますね。久しぶりのねまたちっちゃな旅ですね。今日一泊して、明日あの電動一輪車で、あのね、4人でこうあちこちこう散策するっていうやつなんですけど楽しみハッピー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 みたいなやつですまあね、メキシコの国境のすぐ近くですね、約1時間14分まあそれからまたちょっとね、キャンプ地からその目的地の場所までちょっとまた時間かかると思うんですけど、まあそういうことでね、今日はこれからちっちゃな旅にね、行きますということでね、これからね、ちょっとみたいなやつなんですけど今ねバックしてますね。で、今日はちょっと曇ってますね。安全が第一ですのでね、安全確認しながらゆっくりでね、まあこういう感じかな。あっとね、こういう感じでショッピングモールが、ここにもベンツがありますね。ちょっとちっこめなベンツですね。あそこにはカーワッシュとかね、そういうのがありまして、でいろんなね、ラーメン屋さんもあるし、日本のねケーキ屋さんもあるっていう感じですね。政治ケーキっていうのがね、
あります。そういうことだよ。これからちっちゃな旅に行ってきます。またやさ、また水たぼ。ピッ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 。